これは一体どういうことなのだ、シド。説明してもらおう。内容次第では大変なことになる。ザレ事で惑わそうとしても無駄だ。指導よ、偽りの仮面を捨て真実をあらわにするがいい。主公、かぐやの言う通りです。納得のいく説明を求めます。私とデートするんですよ。デート。今すぐ指導から離れて、出なければ。私はラブラブなんですから、デートくらいしますよね、ダーリン。どうやら煉獄の炎で焼かれたいらしいな。あら、前はあんなに姉上様って慕ってくれたのに。解説。かぐやは焼き餅を焼いています。違うし、姉上じゃない、ミクがあんなあれをポヨンポヨン押し付けるから。同情。かぐやには押し付けるものもありませんしね。訂正。ちょっとではありません、だいぶです。やはりそうか。ではシド、私とデートするのだ。その発言は認められない。指導とデートするのは恋人である私。聞き捨てならんな。我と来るがよい。指導、天井の甘露を共に味わおうぞ。同調。かぐやの言う通りです。三人で美味しいと評判のケーキ屋さんに行きましょう。私が最初にダーリンをデートに誘ったんですから、行くなら当然私とですよね、ダーリン。指導ならそう言ってくれると信じていた。なんだと、指導、臆したか。何故我と共に行くと言わんのだ。嫉妬。
マスター折り紙は確かに素晴らしい方ですが、なぜかぐやとゆずるを選んでくれないのです？へえ、ずるいです。話があるなら今ここでパパッと済ませて私とデートしましょうよ。よって飛び位置折り紙とは、私とデートする方が絶対楽しいぞ。シド、困ってるみたいね。そうね、今シドの前にいる彼女たち、飛び位置折り紙以外は迂闊に傷つけたりして精神的に不安定になると力を暴発させてしまう可能性もある。分かってるわよね。その上で指導は飛び位置折り紙を選ぶっていうのね。なるほどね、指導にしては考えたじゃない。ならそうしなさい。残りはこっちがどうにか引いてるわ。彼女を連れてその場から離れて。了解した。今のうちに来て、シド。来て。ここなら多分誰にも見つからない。不思議だらなことをしていても誰も来ない。ではみだらなこと、いかがわしいこと、場所が違えばするということ、それは残念。
宿題、せっかくだから済ませてしまう。そう、指導の言う本来の用途として正しい。任せて、指導になら何だって教える。何？問題ない。指導は私の机と教科書を使えばいい。その方がいろいろとはかどる。問題ない。私と指導は付き合っている。だから指導が普段温めている椅子の感触を味わっていろいろと想像するのは当然のこと。指導にはこれまでいろいろな恥ずかしめを受けた。下着を見られたり、体操服の匂いを嗅がれたり、すくみずに首輪の姿で公衆の面前で立たされたり。でも安心してほしい。私はこれらを恋人同士の愛情表現だと解釈している。だから指導、遠慮しないで。普段私が使っている椅子に顔をうずめて匂いを嗅いだりして構わない。むしろ嬉しい。しないの？